27分、パスカットした岡山選手、ウェズレーから右サイド、これ流れてきてボールをもらう中村直樹選手が右から打ちました。これは思い切りのいいプレーですよね。もらった瞬間からきついと考えたんですけど、はい、そうですか。さらに、勝ち越されたんですが39分でした。ウリナからのボールをもらって、この中に切れ込んでいって、これ見てください、もう糸を引くようにとよく言いますが、足元が中央、さあ速攻はグランパス岡山、ルーキー中村、ちょっとトラップ大きいがドリブルは得意です。受けに行った中村、チャンス、フリーシュート決まった、ルーキー中村、リーグ戦で初得点。ウェズレーから、バルセロからウェズレー、ウェズレー抜けた、中村に渡した、中村さあ決めた、ゴール、2点目、グランパス中村がついにゴールを奪いました。2対0。長いボールを入れてきました、バスティッチ、ウェズレーが中央にいますが、ガンボ戻ってくる、あ、来た、シュート、ー中村同点ゴール、追いつきました、グランパス8、ほとんど続きなすすべなし。いいシュートだったんですが、いかんせん正面でしたね。そうでしたね、抑えの効いたシュートではあったんです。宮沢ですよね。逆に今度はグランパスされて、さあ一度切り返しての左足シュート、キーパー弾く、同点、1対1、最後中村、いや今切り返したところでもう勝負あったような感じがしましたね。はい、バスティッチ、ウェズレー、岡山、中に入ってきた、中村、中央前からシュート、あった、グランパス勝ち越し、中村のゴール。バスティッチ、ウェズレーに渡らず、後ろからシュート、おっと、追いついた名古屋、中村、中村のミドルシュート決まりました、後半の10。時計の方は33分が今経過しています。中村前が空いている、シュート決まった、当たってコースが変わりました、グランパス先制。ね、ポジションチェンジにちょっと大森と中村ヘディングシュート、貝本決まりました、これが中村のゴール、2対1、グランパスの勝ち越しました。マルクスからウェズレイ、中に入れてくる、刺さった、シュート、中村、中村直志が決めました。大野からのパスだったと思いますが、大森、中村狙える位置です。見事だ、先制ゴールはグランパス、中村のゴール、20分です。後半見事なシュートでしたね。これは手痛い展開です。チャンス、グランパス、そのままシュートまで持ってくる、これは勝負を決定づける中村のゴール、3点目入りました。文字通りインドを渡しましたね。そうですね、伝説同様の同点ゴールになりました。これはい、でもこれで面白くなったと思いますよ。さあ中村直し飛び出した、中村直しシュート、たちまちの勝ち越し、わずかに1分後、危ない、捕まる、さあチャンスはマルケス、中にはジョルジーニョ、マルケス対田中、中に仕掛けていくスペースへ出した、中村直しだ、シュートへ、グランパス先制、見事なカウンターでした、グランパス1対0。マルケス、マルケス一人で抜けた、チャンス、中村どうだ、いって1対3、
マルケスから中村、落ち着いて決めました中村。ブライトンが抜けてベズレに出す、後ろからマルケスがいる。中村ディフェンスの人数は8人いる。シュートいった、中村がゴール。ようやく名古屋が後半8分、中村のゴールで先制しました。中村ですよ、本田もいますね。本田もいますね。本田君蹴るのかな。16番のマスカーがいますが、これはあっと決まった。直接キッカー3人、誰が行くのかというところ、直接決めていきました。最後は中村直し。いや綺麗だったはずね。今サポートしてくる吉村のクロス、マルケス、中村先制点はアウェーのグランパス。さあ大杉が狙っていった、同点。いや素晴らしいシュートが決まった。狙いすました右足シュート。守るは曽我畑、決めた。グランパスが先行。喉から手が出るほど欲しかった先制点、今日はペナルティーキックという格好でまずはリードしました。藤田はまだこの位置、やっぱりよく見てますね。中村にボールが通りました。ゴール前ね、人数足りないんですよね。まだ豊田一人、あっと中村抜けてきた、チャンスだ。腰開けました中村の先制ゴール。そのために楢崎の手に収まりました。最後のところでね、やっぱり名古屋踏ん張ってますね。あーとチャンスやった、カウンターだー、2点目だ。2人はまったカウンター、中村2点目、名古屋突き放しました。そうですね、はい、キッカーは中村直し、狙って触った、しかし入った、同点です。追いつきました。キーパーの吉田が触りましたがマウスの中に入っていきました。同点ゴール。変えるようになりますよね、これで。あまりゲームでは見せなかった形ですが、さあ本田、本田が突破する、中に入れる、ヘディングシュートはこぼれた、足が上がった、グランパス1点先制。中村後半の立ち上がり、剛性に出たグランパスがまず1点を先制しました。参加せず、さあ本田が持っていく、本田からセンターに一度送る、逃げ出した中村、中村シュート、ー先制ゴール、グランパス1点先制。さらに仕掛ける日本代表、中村直し、しっかり決めた頼れる主砲。